皆さんこんにちは、グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんでございます。さて今日はね、この真ん中のチェックのネイルをね作っていこうかなと思っております。あわチャンネルでは毎週金曜日20時30分からライブ配信をねいつもしていたんですけども、今日はライブ配信ではなく録画でお送りしたいと思います。この動画をね見てくださっている方はもう実在していない少し若いあわちゃんをね見ていることになりますね。いやー、そう思うと動画ってねすごいですよね。 YouTube には5年ぐらい5歳ほど若かった頃のあわちゃんがたくさんいるのでよかったらそっちもね見てください。じゃあだいぶ脱線してしまったんですがね、チェック作っていきたいと思います。ではまず最初にね、チェックの模様のバランスの取り方を図解したいと思います。まあね、こういう感じでねお爪がねあると思うんですけども、チェック取るときに2人ですね、まあだいたい目安としてはこういう感じで分割してもらってチェックを入れていくとすごくやりやすいですね。お写真撮るときなんかもね、この9分割にして、まあ、ここら辺にモチーフ持ってきましょうねとかあると思うんですけど、この9分割っていうのはめちゃくちゃバランスが取りやすいんで、まあ、とにかく困ったら9分割ねして考えてもらうとねいいんじゃないかなと思います。じゃあまずね、まあ、チェック、まあ、いろんなチェックがねありますが、だいたいここのラインに沿って色塗ればチェックになるんですね。まあここ例えばね、ここですね、ここに1色塗りましたと。でここら辺にもう1色塗りましたと。でもここら辺に1本引きまして、ちょっとここ重ねるように書いてあげれば、なんとかチェック完成ですね。9分割にして考えてもらうと、まあ、めちゃくちゃね書きやすいです。爪の長さが短くなった場合も9分割ですね、9分割してもらって、1色目2色目ちょっと下まで塗りすぎちゃったかもだけどね、3色目アクセント、まあ、ここにもう1本とかね入れてもらってもねいいですね。9分割にしてバランスを取るっていうことを覚えてもらったら、めちゃくちゃ長いお爪も短いお爪も迷わずにチェックを書くことができると思うので、これねしっかり覚えていただけると嬉しいです。ではね、いよいよ実践で実際ネイルチップに作っていってみましょう。いや今日はねこのサンドテクスチャージェル、これちょっとこうザラザラっとした、実際にお砂が入ったジェルになるんですけど、これを塗っていきます。でサンドテクスチャージェルは砂が入っているので、普通のブラシで塗ってしまうとこの毛の中にね砂が入り込んでしまって、普通のジェルを塗る時に塗りにくいお筆になってしまうので、まあラメ用とかサンドテクスチャ用とかちょっとこうもう死にかけのお筆ですね、用意してこちらで塗っていただくといいと思います。なので使っているうちにね、こうジェルのブラシが傷んでもほかさずにラメ用とかにね使っていただけるんで、あの筆置いといてくださいね。では今日はチップにね作っていきます。地爪にする場合ね、ベースジェルとか塗っといてくださいね。ひょい、結構多めにすくって塗っていきます。そい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 っと、結構ねこのザラザラ感がね出てくれるジェルで楽しいですよ。特にチェックとかって、まあ、布なので、この砂の感じがね意外と布の質感をね出してくれるんですよ。ほら、サンドテクスチャージェルはねなかなかおすすめでございます。はい、塗れました。それではこちらでね一回しっかりと硬化していきます。はい、硬化してきました。すると、まあ、ちょっとここね爪のサイドの部分とか先端にお砂がコースアウトしてる場合があるんで、ファイルで削りましょう。地爪に塗った場合も一緒で、上から見て少しはみ出している子はこうね、このサイドの部分ファイルで落としてあげてくださいね。あ、ちょっと言い忘れてたんですけど、サンドテクスチャージェルは未硬化ジェル出ないので、もうそのまま削っちゃって OK です。はい、削れました。ではね、さっきのこの9分割を思い出してチェックの模様を描いていきましょう。まずね、このラメのジェルを使います。今回はキラピカマグネットジェルのスパークルゴールドを使います。まあ、何でもいいです。お手持ちのラメのジェル用意してください。でちょっとねパレットに出します。まず長い線をね1本描いていきます。
でも細い線をね描くの結構苦手な方も多いと思うんですけど、根元の方から先端に引くとどうしてもちょっと歪んでしまう場合あるので、クリッと向き変えてもらって左から右に引いてもらっても OK です。この方がね長い距離引きやすい方多いかもしれない。自分の手にやる場合だったらこう引くんじゃなくてこうの方がね多分ねまっすぐ引きやすいです。ネイルサロンさんだとね絶対対面になるから爪の向きってこうなると思うんですけど、セルフネイルなんでね手の角度変えてネイルすることできるんで、長い直線が引けないよっていう方ね横にやってみてください。とてもやりやすいです。じゃあちょっとした小ネタでね線の引き方がより一層理解が深まったところで、じゃあ実際に描いてみましょう。ではいきますよ。そい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 っとそい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 っと、うん、めっちゃ綺麗なねまっすぐ描けました。でちょっと太めにしたいので何度か繰り返して線太くしましょう。太いブラシ使って描いてもらってもねいいんですけど、今回はこのサンドテクスチャージェルのザラザラ感をね活かすためにちょっと細いブラシでかすれ気味にね線を引いていっております。ほいほいほい、うん、とてもいい感じに一本線引けましたね。で今回これマグネットジェル使ってるので、まあちょっと模様とかね柄っていうのかな入れてもらってもいいですね。うん、いい感じです。一旦固めましょうか。はい、固めました。そしたら今度ね横に3等分したうちの下の方ですね、まあだいたいここら辺で OK ですね。横に一本引きます。しっかりここ角度が90度になるようにねしましょうね。ツイードのチェックとかもそうなんですけど、布って縦と横の目でできているので、その縦と横の感じをしっかり出すためにこういうねよいしょよいしょ90度で仕上げてあげるとそれっぽく見えてくれるといいな見えるかどうかはちょっと分かりませんが見えてくれるんじゃないかなと思います。よし、ちょっとじゃあこれでねもう一旦硬化しましょう。そしたらね続いて、好きなカラージェルね用意してください。今回あわちゃんはくすみシースルーシリーズのくすみネイビーをね使います。ハッピージェルシリーズですね。これも同じようにパレットに出しましょう。このね2色の組み合わせもねまためちゃ可愛いんよ。最高なんよ。このも先端の方に1本まず入れましょうかね。あら、かなりチェックっぽくなったんじゃないですかね。一色足すだけで全然仕上がりがね変わりましたね。ちょっとサンドテクスチャージェル表面がボコボコするからちょっと塗りにくいけど頑張って。いいじゃないですか。あとじゃあもう一本ここに青引きましょうかね。ちょっと全く同じとこに入れるのもあれなので、左右対称にするのもあれなので、ちょっと端っこギリギリ塗りつぶすような感じでね入れちゃいましょう。あらやだ、かわいい。うん、いい感じ。こういうマフラーあるよね。じゃあ一旦硬化します。では続いてホワイトのジェルでちょっと細いラインを入れてあげて、より繊細なね感じのチェックにしましょう。もうこれもね結構ねどこに入れてもらっても大丈夫なんで、もうこの間に1本入れましょうかね。間に1本、そいそいっと。あら、めちゃくちゃチェックになりましたね。あと1個ね入れたいんだけどね、どこに入れようかな。このゴールドの上に重ねちゃいましょうか。あら、チェックできましたね。もうね完成ですからね。まあもう1本ぐらいどっかにあってもいいかもね。この下とか、下も入れちゃおっかね、せっかくだし。ちょっとギリギリ下らへんにそい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 っと、そい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 っと。おお、めちゃかわいい。じゃあこれで一旦完全に硬化しちゃいましょう。その間にねジェルの蓋とかね閉めておこう。表面がねかなりザラザラしててボコボコしているので、あんまり勢いよくブラシ動かすと結構気泡が入るので、ちょっとこう叩くようにしてまずこのサンドテクスチャージェルの隙間を埋めていきましょうね。で隙間を埋めるようにしてまずは全体にワンコートします。はい、ワンコートできました。じゃあ少しブラシにジェル取ってあげて一滴ポチョンと垂らしてあげます。でちょっと全体のねボコボコがなくなるようにジェルを誘導します。
いいですね。ボコボコ感なくなってジェルでしっかりコーティングできましたね。ではこれで固めていきます。しっかり埋め込めました。では最後トップジェル塗って完成させましょう。今回あわちゃんツルツルチュルチュルトップジェル塗ってますけど、あのマットコートを塗ってもらっても可愛いですよ。お好みでお好きな方塗ってくださいね。はい、ではね、綺麗に塗れたので硬化します。はい、完成。手に乗せてみるとこんな感じ。可愛いね。めっちゃ簡単にチェックができました。サンドテクスチャージェルを使うことで、この手書きでは表現しにくい、こう布のようなもしゃもしゃっとした感じがね、めちゃくちゃ簡単にね、出すことができます。まあ、今まであのファブリックパウダーとか、布の質感っぽく仕上がりますよっていう商品って結構多かったんですけど、今回はね、着色もザラザラ感も同時にできるサンドテクスチャージェルで、ちょっとお手軽にね、作ってみました。あとね、5本デザインなんですけど、こんな、ちょっと5本一気に映らんくてごめんね。ちょっとてちゃんさんが関節がねこんな感じなんですけど、ちょっとここはハートのチェックを書いてみました。これまたね、やり方気になるとかあったら、あのご要望多ければショート動画紹介したいなと思ってるので、ぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。で、あと残りの指はこんな感じでデザインしてみました。今日ね使ったチェック自体は1本しか使ってないんですけど、1本でも十分可愛く見えますし、チェックってかなりデザインとしては重ためなので、全部の指チェックにすると厚着になってしまうかなというところがあるので、1本とか2本が可愛いんじゃないかなと思います。ぜひこんな感じでねデザインしてみてください。どうでもいいけど、てちゃん美少女カラーすぎて、あわちゃんの手の色がすごく濃く見えるわね。てちゃんの美少女っていう設定なんでね。はい、ということで今日はあのライブ配信じゃなくて普通の配信だったんですけど、ライブ配信の代わりに普通の動画を配信するの初の試みだったんですが、いかがでしたでしょうか。あのリアルタイムならではの事故とかはないんだけど、まあ、編集してあるから、まあ、その分見やすいところもあったりするのかなって思ってて、これ結構好評だったらまたね、あのライブ配信を編集動画にシフトしていってもいいなとかも思っているので、皆さんのねご意見やご感想いただけますと幸いでございます。で、あの今日こちらの動画を見てくださった方に5本1セットのネイルチップと、さっき作ったネイルチップと、この試作品ネイルチップをねプレゼントさせていただきます。で、あのプレゼントの申し込み方法に関しては説明欄の方にあの詳しい申し込み方法を書いておりますので、そちらの方ご覧になって申し込んでください。めっちゃ簡単に説明すると、サルルプロジェクトさんでお買い物をするときに今から発表するキーワードの方入れてあの申し込んでもらえれば大丈夫です。もしわからないこととかありましたら、あーちゃんの LINE の方でも聞いていただければ回答いたしますんで、よろしくお願いします。それでは皆さんね、今日も最後まで動画見てくれてありがとうございます。あーチャンネルではこのようにね、いろんなネイルアートのやり方とかを紹介していますので、ぜひセルフネイルの壁にぶち当たってしまった人、そうじゃない人、セルフネイル楽しんでいる人などなどね、あーチャンネルで楽しんでいただければ嬉しいです。それでは皆さん、また次回のあーチャンネルでお会いしましょう。またねー。